するよ。寝起きです。おは。よし。今日おしゃべり会ですね。やっと劇場で自宅に着いたの。長旅お疲れ様です。来週17か。今週頑張るなって。頑張って。もう慣れました。顔がさ、疲れた顔してるね。やっと久しぶりに会えると思うと嬉しすぎて泣けるなんて。かわいい。かわいい。何それ、嬉しい。ゆっくり休める日が一応明日オフですね。明日オフだから、明日オフだから、もう部屋を片付けたいと思います。本当にお部屋の掃除とか、今洗濯機も回してるんだけど、もうやんなきゃだし、本当にマジで散らかってるから、マジでやばいんだよね。明日から一気に気温下がるらしい。マジで？明日から休みなのに。明日から、違う、明日休みなのに。マジか。
好きのゆなこさんの生誕祭ありがとうございます。ありがとう。とても温かい生誕で感動しましたって。感激だ。ありがとうございます。嬉しい。無事ならおしゃべり会で無事でいてね。眠たい。生誕祭のあの髪型用だってわかる。それな、伸びたよね。でももう二度としないけどねもう二度としないけどね。あんなツインテールはマジで。あ、太陽が入ってきた。やらないよ。自分の髪の毛でやってください。やらないよ。よくなんですか、拒否しなかったの。え、拒否できるんだったらしたかったけどけどあの主役がねあれでって言ったからやりましたよ。みんなさ変な髪型だったけどさ、みんなさ似合ってて可愛いじゃん。私どうしたマジで本当にねえ。大丈夫、もうやらないから。二度とやんないから安心してね。またお願いされるかもよ。え、されないでしょ。されないよ。だってヒノじゃん。ヒノだから。ヒノはそんなね。変なことしないよ。
飯。前の村民会議の髪型鳴らしてくれますか。どれですか。どれですか。村民会議の何ですかね。どの髪型ですかね。音符ちゃんかな。音符ちゃんはできたらする、できたらする、で、できるからする。んちょっともう日本語よくわかんなくなってきちゃった。1年後のユナコの生誕。いやいやいや、1年って時間結構あるよ。コスモスありがとう。どんな髪型でも可愛いから、いつのどれかよくわかりません。だってがネタに走り始めてる。いや、それゆなこだけだから大丈夫。ゆなこだけだから。ティッシュ。名古屋から行きますだって。ありがとうございます。ときめし楽しみですね。どこだった。そう、何とか決めてましたっけ。言ってないです。決めてはあるけど言ってない。よね、言ってないよね。見てください、この間ポチったやつがとうとう届きました。ディオールのコンシーラーです。実は伊勢丹にディオールあるじゃないですか。あそこで色味を確認してゾゾタウンで買いました。ゾゾタウンさ、あれなんよね、なんか
最初その1000円ポイントクーポンみたいなのがあるから、それをね、そう使った。そっちの方がお買い得で買えるから、そういう買い方をしました私は。これはね、なんか色がね、ちゃんと私の肌の肌っていうかファンデというかに合ってるからか、めっちゃ馴染むし、あとなんかカバー力もあるかなって思う。うん、してくるね。バイバイ、またね。みんなお仕事、私もお仕事。ワイは健康診断。休みです。今日休み。おはよう。おはよう。ちゃんのために稼いできます。だってなんじゃそりゃ、自分のために稼いできて、みんなはさ、どうして応援してくれるの？どうして応援してくれるのっていうか、その応援しようと思う原動力というか、なんだろう。楽しい。なんで楽しいの？私のセンターが見たいから。なるほど。
自分でも謎おしめに喜んでほしいのがある。え、私のこと推しなんで、推しなんですかそこからだよやったことないことをやってくれそうなワクワク感。そんなことあるかな。頑張ってるから応援したくなる。はじめましてじゃないかいなんか初めて名前、あなたの名前見たような気がするんですけど、違うかな。嬉しい、ありがとう来てくれて。これはちかなちゃんに対して、そうですね、私に対してかな。ちかなちゃんが魅力の、ちかなちゃんが魅力のハマってた、ちかなちゃんにの魅力にハマってたってこと。私の魅力って何ですか。キリしてるところか。なるほどね。いやーもう絶賛闇期でして終わらない闇期に突入しておりまして、まあ、こんなことを言ってもさしょうがないんだけどさ、みんなにね。そうそうなの。そう、入って4年目じゃないですか。私の4年間何だったんだろう、何だったんだろうって思うんですよ最近。何があったんっていうか、もうそういう感じですよね、闇期だから。別にでもこれを言ったところで逆に皆さんのモチベーションを下げるだけだし、なんだろう、応援したいって思えないじゃないですか、こんな発言してると。だからあんまり言えないんですけど、でもやっぱさ、周り見てるとさ、あ、こうなんだなって分かるじゃん。
それがもうビンビンに伝わってくるからああみたいな。だからメールでいろいろ、いや、そうじゃなくて、それはただ単に聞きたかったから。まあ私がさ、なんかなんだろう、アイドルっぽくないっていうかなんだろう、 NGT っぽくないじゃないですか。 NGT のメンバーなんですけど私言葉遣い悪いし、まあそりゃそうだよなみたいな。っていう、もう言ってもしょうがない闇期です。はーい洗濯機が切れましたごめんね、こんな話して。いってらっしゃい。今日ワクチンや、だって頑張れ。やめきになると何もしたくなくなる感じ。何もしたくなくなるというか、なんだろうね、なんかやっぱさ感づくじゃん、それ通りになるから、それでやっぱ病むし、なんだろうね、どうなるんだろう。ただただ私の場合は理解者が欲しいんだと思う。やべやべやべ。まあね、ファンはね、知ることに限界ありますよね。次はいや、吐き出せるんだったら全部吐き出したい。それは悲しいところだよね。
基本さ、自分のファンって味方でいてくれるじゃないですか、基本ね。だからいろんなこと話したいし、いろんな相談とか乗ってほしいんだけど、ほら世の中には言っちゃいけないことあるじゃないですか。ね。配信もいろんな人が見てるから知ってるよ。変に切り取る人もいるからね。もうなんか物騒ですね。ね。オッケー、お腹すいた、わかる、お腹すいたよね。俺たちにできることがあったら言ってね。そうだな、ファンの皆さんができることはずっとやっぱそばにいてほしいな。うん、おしゃべり会でまたモチベ上がってくるといい。違う、モチベが下がったんじゃなくて、モチベが下がったんじゃなくて、病んでるだけ。なんか美味しいもの食べて元気出してくださいって。元気か、美味しいものか。世の中でもさ、私が見てる世の中ってさ、どうせちっぽけなんだろうな。甘えられるところに甘えられるといいんだけどね。そうもいかないんだよね、人間ってめんどくさいからさ、本当にね。すごいハートありがとうございます。だいぶ深い世の中見て、本当深い世の中見てんのかな。うん、どうなんだろうね。髪の毛伸びたな。
39分、あと20分で終わりですよね。沈む空を見ているか、おは、コスモス、ありがとう。仕事行ってくるだって頑張って。頑張ってください。なんかさ、こっちのまつげは切れない。こっちがさ、すんごい下手くそなんですよね。下手くそっていうか、なんかさ、変。変なのよね。準備しよう。当たった。よいしょ。衛生疲れで仕事行きたくない。頑張って。頑張って行ってよ。私も今日も頑張るから。ね。プロテイン飲んでいこうかな。あー、ごめん、許した。やばいな、マジで部屋散らかってるな。綺麗にしなきゃいけないのに。普通に死ぬのかな。あ、今日月曜日か。もう日にち感覚ないです。これって一粒だっけ。あ、一日一粒だ。あ、やべえ、お水がないんだった。出ちゃうよ。月曜日の憂鬱っていう曲あるよね。ごめんね、今日愚痴入っちゃって。
いくらでも言ってだって優しいねみんな。頑張ってる人が報われる世の中とかになったらいいね。みんな頑張ってるから。ね。ね。本当。ファンの皆さんはマジで頑張ってるよ。今年は厄年で本当嫌なことばかりでしたって。私厄年じゃないんだけどな私厄年じゃないはずなのに、なんでこんな病んでんだろうね。すげえ見て太陽でもう何も見えない。日光浴びましょう日光浴びましょう。あ、やっほー、みんな今日頑張るんだよ。お仕事お腹すいたな、マジでやばい。最近ほんと食べ過ぎてて、やばい、止まった、止まったじゃなくて充電しろってなった。ただいま、紅葉ありがとう。いい曲。夜が来るよ。前髪短いね。でもまだ朝日、ああ朝。わかる。でもいい曲だよね。最近のお気に入りの曲があるの？
特にないかな。今日の15時からコンサートの一般発売があるよ、よなんちゃらっすだって。なんかさ、外れたって言ってる方が多くて、あれかな、特別席かな、特別席って言うんですか、あれが外れたってことなのかな、全楽みたいなで言ってるから、諦めないで、いっぱいあるから。あ、酔うですか。腕がダメなのかな。ぜひ一般申し込みで申し込んでください。2年ぶりに新潟に行きますだって。マジ2年ぶりか、すごいね。そっか、私さ、昇格してさ、まだ1年経ってないんだっていうのに驚きなんだけど。柱の陰から見てました柱ねえ、昇格したらすぐ染めるって言ってたのな、言ってた頃が懐かしい。わかる、いやマジで染めたいんですもうさ、本当に染めたくて、でも昇格してすぐに染めたら見栄えが、見栄えっていうか見方っていうのが良くないからってなって、で染めてないんですよね。あとその大使やって1年も経ってなかったじゃないですか、あの数ヶ月だったじゃないですか、2ヶ月ぐらいだったからっていうのもあって、私はずっと染めたいって思ってる、うん、いや写真と変わっちゃうっていうか、その見方が良くない、見え方、見え方が良くないっていうのがあって、私はもうバリバリ染めたいですよバリバリ染めたいです。今でもそれは変わらない、うん、何色、なんかさ染めたことがないから何色っていうのがわからないんですよ私、うん、
でもさ、最初からハイトーンとかにはしないから、染めたとしてもね、そこは安心してほしい。マナとかユウは明るいんじゃない？わかんない。なんかさ、やっぱさ、アイドルは黒髪っていうふうに思ってる人もいるじゃないですか。だからそういう人からしたら黒以外は明るいになっちゃうじゃんね。絶滅黒髪少女ですよ。え、そんなこと言われても私は染めますよそんなこと言われても私は染めます誰が何と言おうと染めます染めたい気持ちは変わりませんうん。はい頑固すぎるだろ私みんな染めないでほしいな。キュルルンなのに私はいや染めます染めたい面白い。いやマジで本当になんでそんなに黒髪が好きなのか知りたい。私はなんでそんな黒髪が好きなの。私がもし染めたらみんな嫌いになっちゃうのって思ってる。まあそれはそれでいいんですけど、別にだって髪色で決めたんでしょってなっちゃうからそう、ダサくなるのは怖い。ダサいダサくないって人のその何、人それぞれだからさ。変化を求めない派もいるのよ。なるほどね。変化嫌うよね。変わらなきゃいけない時もあるのに変化を嫌う時ってありますよ。嫌う時っていうか変化を嫌がる人いますよね。私は変化したい人です。ね、こういうところかなこういうところかな、 NGT っぽくないの笑っちゃう。あ、58分だ。ちょっと男女読むね。はい、13位パンダの帝王さん、13位パンダの帝王さん、12位菊丸さん、12位菊丸さん、11位ハブトゥーセーブさん、11位ハブトゥーセーブさん、10位イカちゃんさん、10位イカちゃんさん、9位ペンギンさん、9位ペンギンさん、8位まるまるさん、8位まるまるさん、7位なりしたさん、7位なりしたさん、6位マイクさん、6位マイクさん、5位カブさん、5位カブさん、4位トッシーさん、4位トッシーさん、3位キャッスルさん、3位キャッスルさん、2位ジュンハンさん、2位ジュンハンさん、1位ノアパパさん、1位ノアパパさん、ありがとうございます。
ということで、最近の安藤千香菜は読んでます。まあね、今日はおしゃべり会があるので頑張ります。来るよって方、一緒に楽しもうね。はい、おしゃべり会の前にレッスンがあるんで、メイクがどうなるかわからないんですけど。はい、自分で言ってるうちは大丈夫よ。え、大丈夫ないんですよね。やっと言えたんですよ、自分が病んでるってこと。どこが大丈夫なんですか。あはは。ということで、8時になったので終わります。ごめんね、ありがとう、またね。